衛星写真バブエルマンデブ海峡は、アラビア半島南西部のイエメンと、東アフリカのエリトリア、ジブチ国境付近の海峡である。この海峡で、航海とアデン湾を分け、その先のアラビア海へと続いている。マンデブ海峡と呼称されることも多い。海峡の幅は30キロメートルほどしかなく、しかも東部には、ペリーム島、西部には、サワビ諸島があり、航路はさらに限られる。 名の由来はアラビア語の涙の門である。これは海峡の幅が狭くまた潮の流れが急で、しかも毎年11月から数ヶ月ほどは季節風が強くインド洋の方向から地中海の方へ向けて吹くため、地中海からインド洋へ航海する小船にとっては海峡を通過するのが極めて困難だったことを表して涙の門と船乗りから呼ばれたものと伝えられる。 また名前の由来にはもう一つアラビアとアフリカを分断した大地震の伝説に由来するという説もある。世界の航海、海運や地政学上の重要な海峡であり、イギリス、フランス、イタリアが競って周囲を植民地にしていった。第四次中東戦争中はエジプト海軍が駆逐艦2隻を同海峡に派遣し、イランからイスラエル向け石油の流通を海上封鎖した。 この海峡に面するジブチには現在もフランスやアメリカ合衆国、日本、中国などが部隊派遣や拠点展開を行っている。2018年7月26日、サウジアラビアで原油の積み出しを行ったタンカー2隻がイエメン沖で反政府勢力風刺からの攻撃を受けた。このため、サウジアラビア政府は安全を確保するため、 翌月8月5日まで海峡を通過する石油輸送の停止を行った。約20万年前に東アフリカの大地交代で誕生した原生人類は約7万年前の最終表記の始まりにより気候が乾燥化し草原及び狩りの獲物が減少したために移住を余儀なくされ海水準が高下したためにバブエルマンデブ海峡の幅が1 1トルほどに 縮まった時に海峡を通じてアラビア半島南部へ渡ったとする仮説がある。当時もアラビア半島内陸部には砂漠が広がり人類の生存に適していなかった一方で海水準の低下によりアラビア半島南部沿岸は今よりも陸地が広くインド洋のモンスーンを水源とする淡水の湧オアシスが点在しそれを頼りに海岸沿いに移動したとされる。 現在のイエメンからオマーンにかけての陸地に約7万年前から約1万2千年前までの間人類が住んでいた痕跡がある。オマーンには現在でも当時の名残を思わせるドファール山地が存在する。アラビア半島を海岸沿いに半時計回りに移動すればペルシャ湾へと到達する。ペルシャ湾は現在平均水深50メートルほどの浅い内海で当時は ホルムズ海峡のあたりまで周囲から河川が流れ込む水と緑の豊かな陸地だったと考えられている。人類はそこからさらにメソポタミアやヨーロッパやアジアやオーストラリアや南北アメリカに拡散したとされる。約1万2000年前に表記が終わり海水準の上昇により海中に没したそれらの陸地をエデンに否定する仮説もある。約6万年前に 現世人類がアフリカから出て拡散したルートは、エチオピアからバブエルマンデブ海峡を渡ってアラビア半島に到達したとする上記の南ルート説の他に、エジプトから市内半島経由の北ルート説が提唱されており、考古学上の論争となっている。ありがとうございます。